こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロのニットナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしてみたいと思っています。大人の男性にとって、ニットというのは、まさに秋の定番的なトップスかなと思うんですね。まあ、非常に使いやすいのがニットというアイテムで、綺麗めの雰囲気がありつつも、適度にカジュアルさもあるので、様々な着こなしに取り入れやすい。これがですね、ニットの最大の特徴かなと思います。まあ、そんなニットなんですけども、 ユニクロに行けばめちゃくちゃゃくくバリエーションがたくさんんあるんですねその中で、じゃあ大人の男性はどれを選べばいいのかっていうところで結構ね、悩まれてる方も多いかなと思うんですね。そんなわけで今回の動画ではユニクロのニット、僕のですね、手持ちのものをずらいと並べてみました。まあだいたい5パターンぐらいですね、これらを実際に僕が着ながらどんな特徴の違いがあるのか、まあ、このニットはこういった使い方がいいですよとか、このニットはこういった方に似合いますよというところですね、皆さんにしっかりとお伝えをしてください。 していきたいなと思っていますのでニット選びに悩まれている方はですねぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的にユニクロのニットをですね、着比べていきたいなと思ってるんですが、まずその前に簡単に僕のスペックについてお伝えしたいなと思うんですが、身長164センチ、53キロと結構小柄なんですね。ですので、ジャストサイズで言うと S なんですが、まあ、今回ご紹介するニットはすべてですね、ワンサイズアップして M を選んでいます。まあ、最近のですね、サイズ感というのは少し緩めというところがトレンドになっているので、まあ、そのあたりを考慮した選び方をしていますというところで、まず1着、 目のニットからご紹介したいんですがもう大定番ですね。こちら。エクストラファインメリのクルーネックセーター、カッコ長袖、06のグレーをですね、選んでみました。価格はですね、今、3990円になっていますが、僕が今着てるのは昨年のモデルなので、まあ、2990円。一部店舗では昨年のものも並んでいるので、そのあたりは比較しながら選んでいただきたいなと思うんですが、こちらを着てみました。まあ、このニットの特徴としましては、もう大定番ですね。 薄手のハイゲージのニットになってまして目が細かいんですねなので結構ロン T 感覚でさらりと着れるのがこのニットのですね最大の特徴かなと思います肌触りもですね僕はチクチクしてるニットあんまり得意じゃないんですがそれでもですねこちらのニットはさらりとしていますので非常にですね着ていて快適ですそしてフィット感が割とあるんですねワンサイズ上げて M サイズにしても結構それでもまだコンパクト なサイズ感なのでそのあたりのサイズ選びはすごく大事かなと思います着方としては普通にこう長袖なのでちゃんとこうね綺麗に着るのもいいんですがまあ、先ほどみたいにちょっと腕をまくりながらこのように着るのもですねなかなかこうバランスがいいかなと思いますネックもちょっと開いていますので下に白 T を着ましてちょっと見せてあげるというバランスもはまりやすいんじゃないのかなと思いますまあ、このような薄手のニットというのはまあ単体で着るというよりはまあ、このような重ね着をしてあげたいだとか さらには、僕はこのまま着ることはほとんどなくて、この上にですね、例えばライトアウターだとか、さらに言えばジャケットですね、このあたりを重ねるというのが一番ですね、応用しやすいのかなと思います。まあ、例えばこのような、ちょっとこう、ライトなジャケットですね、こういったものを羽織ってみたいと思うんですが、ちょっと厚手のニットになってくると、重ね着がしづらいんですが、このような薄手のニットに関しては、上にジャケットを着てもですね、はまりがすごくいいんですね。今、ブラックのですね、こういった ダブルのジャケットをでですすね着ているわけなんですがこのようにしてきたときに、やっぱりバランスがいいんですよ。今回ご紹介するニットの中で、重ね着に一番適している、ジャケットのインに着るには、もう間違いなく、このエクストラファインメリノが適していると思います。まあ、いろんな着方ができるので、そのあたりはですね、人によりけり、シチュエーションによりけりで選んでいただくといいかなと思うんですが、まあ名品ですね。まあ、カラーバリエーションも多くて、ほんとシーズンカラーもあったりするんですが、個人的にはグレーが すごくいいなと思ってましてダークグレーとグレーがあるんですけどもこのちょっとこう暗すぎないグレーの感じが意外とネイビーとかブラックにも相性がいいですし重たくなりすぎないのでバランスがいいんじゃないのかなと思いますまあ、このような上質な薄手のニットだとセレクトショップで買うとやっぱりですね8000円1万円以上してくるのでまあ、そういったものと比べても決して劣らないような品質の良さなのでぜひ皆さんもうエクストラファインメディアのニットは大定番なのでチェックをしていただければなと思っています はい、続いて二つ目のニットなんですが、こちら。3D スフレヤンクルーネックセーター、長袖え。僕が着てるのはですね、57のオリーブ M サイズですね。こちらも金額は3990円ということで、先ほどのニットと同じですね。はい、どうでしょうか。まあ、比較をしてみるとですね、先ほどのエクストラファインメリノに比べると、結構ですね、自圧になるんですね。こっちの方が着ていて暖かいのと、中肉厚ぐらいですかね。まあ、それぐらいなので、上にジャケット ッるのはちょっとギリギリリ難ししいいかもしれないんですが、まあ、この上にアウターを切るみたいな着こなしは十分に対応ができると思います。まあ、冬になったらロング丈のステンカラーコートだとかチェスターコートもしくはダウンの内側に使えるのがこのあたりのニットかなと思います。ハイゲージの先ほどぐらいのニットだと薄いのでコートの下に着るとですねまだちょっと寒いかなと思うんですね。ただこれぐらい中肉厚のニットになってくればこれ単体でもあったかいですし下にですね白シャツとかを着れば まあさらにあったかいので、まあそういった意味では保温性もあって使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあいろいろと特徴があるんですが、まあ、中肉厚で少しボリューム感も増すんですけども、まあストレッチもすごい効いています。まあ糸自体にストレッチが効いているので、すごく着やすいのと、肌触りですね。まあ中肉厚以上になってくると、ちょっとこうザラッとした肌触りのものが増えたりだとか、割とですね、着ていてストレスになるものもあったりするんですが、もう滑らかですね。これもめちゃくちゃ肌触りがいいので、 着ていて気持ちがいいです。スフレヤンという言葉自体がユニクロの造語だと思うんですが、まあ、スフレのような柔らかさを表現していると思うんですけども、まあその雰囲気確かに伝わります。柔らかくて軽いというところはまあ最大の特徴で、肩周りもラグランスリーブになっているので、少しですね、ゆるさのあるような雰囲気も出せるんじゃないのかなと思います。まあ、サイズ M サイズですけども、もっと大きくしても個人的にはいいかなと思うぐらいなんですが、非常に今の雰囲気にもあって、 すごく使いやすいようなニットかなと思っていますで個人的にはですね今期のこの オリーブですかなかなかいい色合いだなと思ってまして、やぼったく見えるようなオリーブではなくて、すごくクリーンな、ちょっとグリーンを深めたような色合いで、この色合いがめちゃくちゃいいと思いますね。まだスフレヤーのニット自体は出るようになってからそんなに経ってないと思うんですね。今から5年とか前にはなかったと思うんですが、まあ、この新しいニットの種類も多分年々定番としてですね、定着してくるかなと思うんですが、めちゃくちゃいいですね。まあ、個人的にはいろんなニット 今日ご紹介しますが、まあ、トータルバランスが非常にいいのがスーレアのニットで一押しはこちらかなと思っています特にオリーブに関しては人との違いも出せますしユニコの様々なニットの中でも差別化ができるような色なのでぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなと思っています はい、続いて3点目のニットなんですが、これまた大定番ですね。プレミアムラム、クルネクセーター、カッコ長袖、01オフホワイトをですね、実際に購入して着てみましたが、どうでしょうか これもね、すごく定番的使い勝手がいいです。厚みに関しては、先ほどご紹介したスフレアに近いような中二ツになっているので、上にジャケットを着るスタイルよりはアウターですね。例えばロング丈のコートだとか、短い丈のですね、ダウンだとか、ライトアウターなんかの内側に使うと、すごく便利な厚みかなと思います。使い勝手はね、めちゃくちゃいいと思うんですね。首周りのフィット感も割と高めで、そんなに飽きすぎないんですね。今僕はですね、下にインナーを着て、その上に着てる状態なんですね。 でですすすねそれでも首元ががきすぎないいいいこののバランスととうのが非常にいいと思いますあとはリブですね。襟元とか袖の部分だとか裾ですね。ここのリブもですね、結構しっかりと太めになっていまして、存在感があるんですね。このディティールは僕は今回ご紹介するニットの中では一番好きです。あとは肩周りのこのデザインですね。ここに切り替えが入っているんですが、このあたりの雰囲気も含めて、ニットのデザインとしては一 一番これが僕は好きなんですね。ただ一方でデメリットもありまして肌触りなんですよ。ここのチクチク感がやはりちょっとですね、これまで来た2枚のニットと比べるとちょっとチクチク感あるかなと思います。これはちょっと本音ベースでお伝えしますがちょっとこう首周りだとかあと肩とかがちょっと今チクチクしてるんですね。なのでニットのチクチク感が苦手な方にとってはちょっと優先順位は下がってしまうかなと思います。デザイン性において ではもう間違いなくいいと思いますしカラーもですねこのオフホワイトがまあ、明るさがあって冬のですねちょっと暗めなアウターの中にさしてあげるとすごく使いやすいのでそういった意味ではものすごくおすすめなんですがメリットとデメリット両方が共存しているのがこちらのニットかなと思うのでぜひ皆さん一度試着をしてみてチクチク感は人によって感じ方変わると思うのであんまりそこら辺が気にならない方はめちゃくちゃおすすめです何だったらナンバーワン でおすすめぐらいなんですがちょっと気になる方はですねスフレアンぐらいの方が使い勝手がいいかなと思うのでまあ、そのあたりをですね比較しながらぜひ検討していただければなと思っています続いて4点目のニットなんですが今僕が着てるのはですねウォッシャブルストレッチ ミラノリブクルーネックセーターですね。これはですね、僕は動画の中でも何度もお勧めしてるアイテムなので、皆さんもすでにご存知かもしれないですが、まあ、トータルバランスの取れた1枚かなと思います。デザイン的には本当にベーシックで、特にこう特徴が良くも悪くもないんですね。ですので、男女問わずに使えるという点でも、すごく便利なニットになってるかなと思います。で、厚みに関しては中肉厚ということで、まあこれまでご紹介してきたですね、ニットとそんなに大きくは変わりません。 まあ様々な季節に着やすいという点では非常に重宝するようなそんな厚みと質感かなと思います。まあニットというよりは個人的には結構スウェットに近いような感覚かなと思います。なのでニットの肌触りがちょっとこう苦手だという方にもかなり着やすいかなと思いますね。非常にプレンな一枚なのでよく言えばですねもう本当にバランスが良くて誰でも似合いやすいというところもあるんですが一方でエッジが全く効いていないのでその点退屈だなと感じる方もいるかもしれないですがかなりつ 使い勝手の良い,いニットかなと思います。カラーバリエーションもかなり豊富ですので、ぜひですね、皆さん。僕が今着てるものはちょっと前のものになってしまって、同じ色、全く同じ色はないんですが、オフホワイトですとか、ブラックネイビーあたりが使いやすいかなと思うので、ミラノリブリット、相変わらず今年も名作なので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。 続いてラスト5点目のニットなんですが、こちらはですね、今季のユニクロ U の新作のニットになります。まあ、定番というよりはですね、これは今季ならではのアイテムかなと思うんですが、クレープウールクルーネックセーターのオリーブですね。価格は3990円ということで、まあ、今回ご紹介したニットの中では、2990円と3990円、2つの価格帯があるんですが、こちらもユニクロ U でありながらも3990円で買えるというところは非常にありがたい点かなと思います。こちらのオリーブで大切なのはサイズなんですね。 今まではちょっと M を着ていたんですが、こちらは L サイズを着ています。通常の僕のジャストサイズから2サイズ上げてるわけなんですね。まあ、先日のユニクロ U の動画でも上げましたが、こちらのニットというのは、やはりユニクロ U のですね、ちょっとトレンド感の漂うようなニットなので、まぁ、あ、あえてちょっとゆったりめに着たかったので、2サイズ上げたわけなんですね。なので着丈のバランスとかが先ほどまでのニットに比べると、ちょっと長めになってるかなとは思います。今までご紹介したニットに比べると、やはりユニクロ U ということで、 少しエッジが効いてるのが分かっていただけるかなと思います。まずはですね、素材の雰囲気なんかも非常に特徴的で、色に混じり気があるんですね。表記はオリーブになってるんですが、よーく見ると、いろんな色がですね、混ざっているのが分かるかなと思います。生地の表情もですね、決してこうペタッとしてなくて、複雑な見え方をしてくれるというところが、服が好きな方にとってはちょっとたまらないポイントかなと思います。あとは襟周りですね。ちょっとですね、深めになっていまして、T シャツも見えやすい。 ですしあとは肩周りですねサドルスリーブと呼ばれるような袖周りのデザインになってましてちょっと特徴的ですよねこれまでのニットにはないようなデザイン性もあるのでこのあたりも含めて完成度めちゃくちゃ高いと思います特に比較するのであればエクストラファインメリノだとかミラノリブニットですねこのあたりがもう本当にこう定番的なニットなんですけどもそういったものに比べると素材感だとかあとはデザインですねそのあたりも含めてややエッジが効いてるのがこちらのユニクロ U のニットかなと思います いますですので、おしゃれ中級者ぐらいの方には、このニットが一番ハマりがいいかなと思うので、まあ、個人的にも今回ご紹介したニットの中では、一番見た目はこちらが好きです。で、肌触りなんですが、めちゃくちゃいいというわけではないです。というのも、スフレヤーンが今まで来た中で一番良かったですね。そして、エクストラファインメリノもすごくいいし、ミラノリブのニットもめちゃくちゃいいので、そういったものに比べると多少はニットっぽさは感じられるかなと思うんですが、まあ僕も結構ニットに 苦手な方なんですけどもそれでもチクチク感はないのでそのあたりは安心して着やすいかなと思いますこれまでご紹介したニットに比べるとエッジは効いてるんですが非常におしゃれが好きな方のですね満足度は高いニットかなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、ユニクロのニットナンバーワン決定戦ということで、まあ、様々なニットを実際に持ってきてですね、着用しながら皆さんにですね、解説をさせていただきました。ま、ナンバーワンを決めるのはなかなか難しいですね。それぞれのシチュエーションだとか、あとは人によってもどれが正解なのかは変わってくるので、ま、ぜひ皆さんのですね、気に入ったものをコメント欄で教えていただきたいなと思うんですが、まあ、本当に使い方が全く違うなと思ってまして、例えば重ね着ですね、 ジャケットと合わせるのであればエクストラファインメリノがもうナンバーワンに使いやすいです厚みが結構薄手なのでジャケットのインなんかにも使えるという意味では最高だと思いますしあとはなるべくプレーンなものを着たいなという場合はですねミラノリブがですね最高に使い勝手がいいと思いますね、まあ、デザイン的にもベーシックで使いやすいですしこのあたりは素晴らしいと思いますあとはデザイン性で言うとユニクロ U のニットなんかは非常にこうエッジが効いてるのでファッションが好きな方にも響きやすいのかなと思います まあ、そんな中で、個人的にバランスが取れていて、ナンバーワンをもし、この中で決めるとしたら、今年はスフレアンの 3D ニットですね。これが、色合いも良かったし、肌触りもいいし、デザイン性、シルエットも含めて、使い勝手めちゃくちゃいいので、今回のニットナンバーワン決定戦の中では、一番に選びたいアイテムかなと思います。とはいえ、どのニットも、それぞれファンがいると思いますし、どれも素晴らしい仕上がりだと思うので、ぜひ皆さんにもですね、テントに訪れて、それぞれ試着をしてください。 しっっくりとときたた枚をですすね買いいい揃えててだければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなか動画を見る時間がないという方のためにオンラインサロンというものも開催をしていますそちらでは文章と 写真ベースで、だいたい1分ぐらいで読めるような記事で、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をしてますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。